使徒。至急ご報告したい件が。話せ。は。例の反乱部隊がボスコノビッチの研究所を襲撃したようです。何？その後 G 社も現れたようで、互いに戦闘の末全滅した模様です。カズヤまでもがあそこに関心を持っておったとすると、何かがあそこにあったことは確かなようじゃな。まあそれはそのうちは。それよりも反乱を起こした連中について何か分かったか。は、部隊の規模ですがおよそ3万。死亡者はラース・アレクサンダーソン。彼の経歴については本社のデータはおろか、ここにある記録すら全て抹消されておりました。このラースですが、先の作戦に参加していたようなのですが、現在も死亡は確認されておりません。これだけのことを起こすような奴や、そう簡単にくたばるとは思えん。そのラースとやらをこちら側に引き込むことができれば、あの忌々しい陣に一泡吹かせてやれるかもしれん。これは何としても手に入れねばならんな。連中を追え。どんな些細な動きも見逃してはならん。行け。さあ。Thank you.
きます。よーし、いきます。大丈夫ですか？少しめまいがしただけだ。わしを圧倒するほどの力と技、もしやお前は。今の戦いで全て思い出すことができた。この血を引く以上、お前のように衰えていくことは避けられないということか。何？お前が北欧で指揮した作戦を覚えているか？まさかお前は。察しがいいな。もしやとは思っておったろう。だが今はそんな話はどうでもいい。俺はお前を倒すためにここに来たんだからな。わざわざ訪ねてきたからにはわしと手を組むつもりだと思っておった。勘違いするな。それに三島平八ともあろう者が他人を当てにするとはな。わしが貴様ごときよ。ふん、うぬぼれるな。お前にはもう用はないと言いたいところだが、その前に南米で手に入れた碑文の在りかを教えてもらおうか。なぜそれを。あれの存在はわしと数名の者しか知らぬはず。お前をよく知る人物から教えてもらったのか。ワンのジジイミ、余計なことを。どこにある。あれはある場所に厳重に保管されておる。手出しはできん。答える気はないか。ならばもう用はない。いけません。そこをどけ。お父様に銃を向けるなんていけないことです。そやつの方がよほど物分かりがいいようじゃ。少しは見習ったらどうじゃ。減らず口を。ダメです。このわしを倒せると思うな。当主に返り咲くことなんて諦めてサーカスに転身したらどうだ。は
ほざけ小僧。どうした？例の碑文の件、分かったぞ。三島財閥の本社地下施設に保管されているらしい。そうか。また何か分かったら連絡してくれ。了解だ。聞くまでもなかったらしい。だが忘れるな。お前は必ずこの俺が倒す。よろしいのですか。放っておけ。そのうちまとめて手に入れてくれるわ。